料理に興味津々の女の子が親子で作れるイケてるレシピに挑戦。イケメシ。今日は菅野先生です。よろしくお願いします。お願いします。今日作るお料理はボリューム満点の、せーの、こちら。野菜がたくさん入ったカレー焼きそば。栄養満点、食べ応えバッチリの大満足焼きそばです。材料です。焼きそば用の麺2食分、豚こま肉 200g、 じゃがいも2個などをご用意ください。はい、では最初にお肉に下味をつけていきます。なちょっと厚手のポリ袋にお肉を入れてください。じゃあ調味料入れるので、小春ちゃんちょっと持っててください。はい。今日はヨーグルトとケチャップ と今日はカレー味の焼きそばなので、カレー粉も入れてくね、はい、とお塩ですね。たらちょっともみもみしてってください。はい。これで30分くらい置ければ浸かるかと思います。はい、じゃあ漬け込んでる間に野菜を切っていくんですけど、今日は具沢山なのでじゃがいもも入れていきます。と、じゃあ半分に切って口に入るくらいの一口大に乱切りにしていってください。はい、できました。はい、じゃあレンジで加熱していきましょう。じゃがいもはふわっとラップをしてから600ワットの電子レンジでおよそ3分加熱してね。はい、じゃああと他の野菜なんですけど、火が通りやすいようにこのぐらいの細切りにしておいてください。はい、じゃあ炒めていきます。熱したフライパンにオリーブオイルを入れて、そこにニンニクを入れますね。で、油に香りを移していくのでカレー粉も入れていきます。じゃあちょっと菜箸で炒めてください。はい、はい、このぐらいにちょっと香りがしてきたら、今度お肉をここに入れて炒めていきます。漬け込んだ汁も全部入れちゃってください。ドンと入れてお肉ほぐすようにして炒めていってください。はい、先生、カレーのいい香りがしてきました。本当だね、すごいいい香り。じゃあ今度はそこに野菜を入れていくんですけど、火の通りにくいものから入れていきます。じゃがいもと人参だけ先に入れますね。はい、じゃあじゃがいもももうあらかじめ加熱してあるので、軽く炒めたら周りをね、ドーナツみたいに寄せて真ん中を開けてください。はい、そしたら真ん中に麺を入れていきます。よいしょ。ここで今日のイケメシポイント。今日は焼きそばって表示にお水を入れて蒸すって書いてあるんだけど、今日は野菜の水分で蒸していきます。これ全部入れちゃいます。のお水入れちゃうとべちょっとした焼きそばになっちゃうから。はい、ありがとうございます。じゃあこれで蓋をして蒸し焼きにしていきます。はい、じゃあ10分くらい経ってどうかな、蒸せてるかな。はい、いい感じに蒸せてます。そしたらこれ付属のソースをかけて、あと水分を飛ばしながら炒めていきます。それで出来上がりです。カレーのいい香りがする具沢山の焼きそばができました。お好みでパクチーを添えていただきましょう。いただきます。お肉と野菜にしっかりとカレーの味がついていて、すごく美味しいです。ボリューム満点で食べ応えがあります。具沢山で美味しいよね。今日は野菜盛りだくさんだったので、これにまたさらに水を入れちゃうとべっちょりして美味しくなくなっちゃうので、
お水は入れずに作ってみてください。カレー焼きそば美味しかったです。皆さんもぜひ作ってみてください。